昆虫湖高コ木ネムシか、テナガコガネアカに属する昆虫の総称。有生虫の前足が非常に長いことが特徴。日本にはヤンバルテナガコガネが生息する。大型のコガネムシの仲間。幼虫は生育に際し、紅葉樹の老木の巨大な洞に溜まったフレーク状の不食土を餌とするが、このような生育環境の成立、維持には大規模な原生林や、 他の動物の関与が必要となる。メスの産卵数も少ない上、孵化率も低いため、原生的自然の破壊とともに、本赤全般が減少傾向にあり、日本だけではなく、世界的にも保護されている。日本でもヤンバルテナガコガネは、天然記念物に指定されており、最終飼育ともに、全面的に禁止されている。数からなり、東アジア南部の台湾や、 中国福建省あたりから東南アジアにかけての低緯度地方が分布の中心である。なお、高緯度地方で同様の機動性の日地を持つ小金虫科の昆虫に、ウナバヤシに生息するオーチャイロハナムグリなどが知られている。日本ではヤンバルテナガコガネとの競合、交雑の恐れがあるとして、2006年2月1日に一部が2006年7月18日に、 ヤンバルテナガコガネを除く全種が特定外来生物に指定され輸入禁止となった。なお、鳥取県国府町の中心与の地層からは稲葉テナガコガネの化石も発見されている。ありがとうございます。